三船美佳、第2子妊娠を生報告。ベビーちゃんができました。昨年4月に再婚。タレントの三船美佳、37、が11日、レギュラーを務める ABC テレビ朝日系旅情報、番組、朝だ。生です旅サラダ、毎週土曜前8時9時30分に、リモートで生出演し、第2子を妊娠したことを発表した。現在8ヶ月という、神田正輝から、今回はですね、我らが娘、美佳ちゃんからお知らせがありますと紹介されると、三船は、私が娘？じゃあこれは何だろうな、とお腹をさすりながら、ご報告があります。今、お腹の中に大きい白菜のサイズのベビーちゃんができました。リモートワーク中に、いつの間にか8ヶ月になりましてと、笑顔で報告。共演する向井亜紀や勝俣州和は、やった。おめでとう。と祝福した。らっしゃい板前から、孫ができた感じですねと振られると、三船も、神田さん、孫です。とにっこり、旅サラダファミリーの嬉しい報告に、神田も、満面の笑みを浮かべていた。三船は、1998年9月に、歌手の高橋ジョージ、61、と結婚。2004年11月に長女を出産し、おしどり夫婦とも言われてきたが、13年12月から別居。離婚調停を続けてきたが決裂し、15年1月に三船が離婚の成立と長女の親権を求めて提訴したことを発表。16年3月29日に離婚が成立した。19年4月に同番組で再婚したことを報告した。